はい、どうも、サトルです。今回は、息を吸う筋肉を身につけることについてお伝えしたいと思います。息を吸う筋肉の話なんですけど、息を吸う全体像の話っていうのをちょっと別の、動画でやっていて、それが6段階ありますよっていう話のうちの一つです。なんで、その全体像の、動画見てなかったら、ま、ぜひ概要欄から見てください。貼ってあるので。で、あと、この動画の、手順っていうのも全部その説明のところに、書いてあるので、この説明聞きながら、見てもらえると、どういうことをやるのかっていうのが、まあ、わかりやすいかなと思います。はい、ということで、息を吸う筋肉っていうことで、まあこれね、意識してなくてもできる人結構多いんですけど、できてない人もちょびちょいいるんですよ。2割ぐらいいる感じかな。で、特に、女性とか、あと、なんていうか、あんまり、こう、なんていうか、筋肉がついてない男性の方とか、その、まあ、ひょろひょろしてる。まあ、言い方悪いですけど、そういう方は、この吸う筋肉っていうのがあんまりついてないことが多いですね。で、なんで、その状態で楽器をいくら吹いても、今度はこう吐く筋肉に、体が負けちゃったりするので、体が負けちゃってあんまりちょっと良くなかったりしますし、いつまで経っても息圧が上がらない原因っていうのは吸えてないからっていうことが結構あったりするんですね。まあ、なんで、この動画ちょっと撮ってます。で、この筋トレのやり方自体は、実はそのサックスの、僕の、友人のサックスの講師をやってる菊池くんっていう人が教えてもらったんですけど、まあ、すごい面白いなと思ったので、その吸う筋肉の話ちょっとしたいと思います。で、ですね、吸う筋肉が、まあ、大事なので、これがないと、まあ、高い圧力かけられませんよって話なんですが、吸う筋肉どこ使ってるのって話で言うと、この辺も使ってるし、この辺も使ってるし、この辺も使ってるかな。もちろんこの辺も使ってるんだけど、まあ、結構体全体使ってるんですよね。で、ってことはですよ。意識してない筋肉が結構あるんですよ。まあ、なんで、まあ、僕は大丈夫と思わないで、ちょっとぜひ一回やってみてください。はい。で、まずですね、一番最初にやるのは、もう吸えない、4手順なんですけど、まず、もう吸えないぐらいまで息を吸います。こんな感じ。もう入んねえよっていうところで、ここからさらに吸います。で、またさらにもっと吸う、もっと、もっと。で、これまだ声帯を息が通ってるってことはまだ入るんですよね。なんでもっと吸います。で、ここまで吸ったら吐きます。で、声帯を息が通らないぐらいまで息を吸うと、そこまで息を吸うっていうところがポイントです。で、この時に喉で、ってこう、声帯を締めて、外に息が出ないようにするのはやめてください。吸い続けることによって、外に息が出ていかない状態を作るっていうことが大事です。ちょ、もう一回やりますね。はい。吸います。もう吸えないぐらいまで息を吸います。で、さらに吸います。で、もっと吸う。で、喋れなくなるぐらいまで。で、そうすると多分この辺とかこの辺とか結構来るかな。この辺とか脇腹のこの辺りとか、あとこの辺とか、こんな感じですね。とにかく吸う。で、吐く。こんな感じ。で、この時にどこに痛みが来ているのかっていうことを意識することが大事です。で、このギリギリまで吸うっていうのをやってるとですね、結構、あれ？こんな吸ってなかったんだって思うことがあると思います。で、そういうことがあるってことはまだ吸えるっていうことだし、吸う筋肉がちょっと足りてないって思って、この吸う筋トレっていうのを、そうですね、2週間くらいかな。2週間くらい毎朝、2セットか3セットくらい。とか寝る前に2セットか3セットくらいやると結構吸う筋肉つきます。で、楽器上手な人ってのはすべからくが息の制御がすごく上手なので、ほとんどの人はこういう筋肉身につけてます。で、もともとこういう筋肉が身についてる人もいますし、身についてない人ももう結構います。なんかその吹奏楽で吹奏楽部がなんか外走らされたりとかするじゃないですか。あれってこの基礎的な
あの、息を吸う筋肉っていうのを鍛えるためにやるんですけど、まあ、そんなことするんだったら別に走んないで、こういう筋トレすればいいんじゃないのって、ま、すごく思います。まあ、なんで、その、なんで、あれ謎習慣なんですね、僕からすると。なんで、その、部分的に筋トレするときって、やっぱりなるべくその筋肉を効率的に、ない筋肉を効率的に、育てた方がいいんですね。で、しかも筋トレって、なるべく意識した方が筋肉つきやすいんですね。脳が、あ、ここの筋肉使ってるぞって認識すればするほど、そこの筋肉の発達って早くなるので、でなるべく、あ、ここ今使ってるなっていうところをこうやって触ってあげたりとか、こう、意識的に。で、こう、撫でてあげたりとかする、したり、ふーってやった後に、あ、この辺しんどかったなとかってやってあげると、脳が、あ、そうそう、ここの筋肉、ここに筋肉あるねんっていうことをだんだんこう認識してきて、認識して筋肉つきやすかったりします。なんで、ぜひやってみてください。で、これやると結構クラクラするので、寝っ転がりだから、まだ、なんで朝起きる、起きた直後とか、夜寝る前とかに、やるといいですよっていうことで。酸素いっぱいするとですね、起きちゃうので、夜じゃなくて朝の方が、まあいいかなと思います。はい、こんな感じでですね、はい、これで以上になるんですけども、僕のチャンネルではいつも、サックスを吹くきっかけになるような、知識っていうのを配信しています。もしよろしければ、チャンネル登録して、毎日の、こう、練習の励みにしてもらえれば嬉しいです。はい、ということで、以上です。またね。